日本サッカー史に残る口だけ番長ルーキートップ4。第4位平山翔太。選手権で2年連続得点王という記録を残した怪物。大学に進学するも休学し、ヘラクレスに加入。しかし新監督と会わず帰国すると、オランダ語を話すのは無理と話し負け惜しみと言われた。他にも、僕は国見出身ですよというなど大物感を出していたが伸び悩み、代表からは遠のいていった。第3位杉本健雄。セレッソ大阪で活躍してきた杉本は、海外からのオファーを断りセレッソに残る。しかし2019年、世界一を目指すという言葉を胸に浦和レッズへ移籍。結果、得点は PK のみ得点のみに終わる。2022年にジュビロ磐田へ移籍すると、すべてを捧げると豪語するが、PK の1得点のみに終わった。第2位森崎義行、元ジェフ千葉のフォワード。1年先輩の白昌司を超えると意気込んでいたが監督との関係もうまくいかず、2年間で出場したのはわずか4分。努力せずに何でも習得できた天才は、プロ入り後も夜遊びばかりで態度も悪く目立った活躍を残せず、23歳という若さで引退した。第1位石塚啓司、和製フリットと称された元ベルディ川崎のフォワード。高校時代は金髪にピアスで話題に、プロ入り後も夜は遊び三昧。インタビューでは俺を出したら優勝できると強気発言。しかし代表では合宿をサボり、以降呼ばれず29歳で引退。謙虚な姿勢が大切ですね。